次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の男性がタイを旅行した際、とある有名な遺跡へ観光に行き撮影した一枚だという。画面中央に映る木の根と思われる部分をよくご覧いただきたい。根っこの隙間からこちらを覗き込む顔の半面をご確認いただけるだろうか。これはこの土地についている霊の姿だという。この都は遠い昔に滅ぼされ、今は遺跡として残るのみだが、戦いによって死んでいった者たちの霊はこうして静かに廃墟とともにとどまり続けているのかもしれない。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の女性が彼氏を携帯電話で撮影した一枚だという。画面に映る男性の背後、黒いシミのようなものが浮かび上がり、その中に無表情な顔とおぼしきものが見て取れる。これはこの場所についている自爆霊の姿であるという。投稿者によると、撮影されたのは近所にある居酒屋ということだが、この建物に入る店はいつも数ヶ月も経たないうちに閉店してしまうのだという。事実、写真が撮影されて間もなくこの居酒屋は閉店してしまい、今は違う飲食店が入っているということなのだが、相次ぐ閉店とこの例に何か関係はあるのだろうか。投稿者が勤めている会社の野球部の立食パーティーの模様である。カメラに向かって笑顔を投げかける人々の間に霊は入り込んでいた。ご確認いただきたいのは、画面左側に立つ白いジャージを着た女性の手元である。ここにはいないはずの幼い子供の不自然な手が見て取れる。これは水子霊である。投稿者によると、この女性は数年前に流産をした経験があるのだそうである。写真を見る限り、水子は霊となってからもなお成長していると考えられる。このまま放っておくと恐ろしい霊へと変化してしまう可能性がある。今からでも遅くない。水子供養をしてもらうべきだろう。投稿者の父親が育てているという盆栽を撮影した写真。一見何の変哲もない写真であるが、これも心霊写真である。画面右側の地面に目を凝らしていくと、ここに2体の霊がご確認いただけるはずである。いずれも性悪で非常に危険な霊である。投稿者の話では、最近投稿者の父親が一人で盆栽いじりをしているときに突然倒れたことがあったのだそうである。幸い近くに投稿者がいたため大事には至らなかったそうであるが、この2体の霊が何らかの悪影響を及ぼしていることは確かである。投稿者はなるべく早くこの霊を追い出してしまった方が良さそうである。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の男性が友達と数人で海へ海水浴に行った時の写真である。画面左、砂の中に埋まっている男性をよくご覧いただきたい。タオルを巻いた顔、目が消えてしまっている。
これは目の病気にかかる前触れだと思われる。今のところこの男性にそのような兆候はないというが、念のため一度病院へ行くことをお勧めする。次の写真をご覧いただこう。これは主婦である投稿者が自分の子供を撮影した一枚である。公園で遊ぶ子供、その影が明らかに歪んでいる。これは大変珍しい写真で、一時的にこの子供の体と魂が離れようとした瞬間を捉えたものだという。このようにまれにだが幽体離脱の瞬間が影となって現れることはあるのだという。またこれは一時的なものなので、この子供に害はないだろう。これは投稿者の女性が運転席に座る友人の姿を写した一枚であるという。よくご覧いただきたい。画面左、後部座席の天井部分から現れた逆さになった子供とおぼしき顔がある。投稿者の友人によると、この車は中古で購入したものであるという。変な曰くは聞かなかったというのだが、この車に乗るようになってからというもの、小さな交通事故が絶えないのだという。この子供は投稿者の友人をあの世へと引きずり込もうとしているのであろうか。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の男性が息子とその同級生たちの姿を撮影した一枚であるという。一見してわかる通り、画面左の男の子の顔に赤黒い何かが見て取れる。よく見るとそれはえぐられた傷のようにも見えるのだが、投稿者によるとこの傷のようなものが浮かび上がっているのが自分の息子であるのだという。怪我の予兆なのではないか心配であるというのだが、専門家によるとこれは男の子の精神的不安が具現化されたものであるという。彼は何かしらの悩みを抱えているのではないのだろうか。投稿者は一度彼とじっくり話し合ってみるべきだろう。次の写真をご覧いただこう。これは地方にある海岸へ遊びに行った際、走行中の車の中から外の景色を撮影した一枚である。画面左、サイドミラーの中に明らかに不自然な巨大な顔があるのをご確認いただけるだろうか。これはこの周辺で亡くなった例だという。この海岸沿いの道路では以前トンネルの崩落事故が起こり、車に乗っていた男性が生き埋めになり亡くなっているというのだが、今もなお報われずにこうしてこの付近を漂っているのかもしれない。次の写真をご覧いただこう。これは20年ほど前に投稿者の男性が友達と共に撮影した一枚だという。画面右下、階段の影から明らかに不自然な手の形をした影が伸びてきている。これはこの周辺に漂う浮遊霊の姿で、画面中央の肩車をしている男の子に取り付こうとしているらしい。投稿者によると、この写真が撮影されてから数ヶ月後、この男の子は
急に学校に姿を見せなくなったのだという。投稿者はその後、この男の子がどうなったのかわからないというが、彼の安否が不安である。